2023ミスサケ宮城千田瑞穂でございます。実は今年の4月20日に宮城県酒造組合様に表敬訪問をさせていただいたのですが、今回5月20日に宮城県酒造組合様のイベントに参加させていただきましたので、その様子を皆様にお伝えしたいと思います。今回は11の蔵元様が2本ずつの日本酒をご用意しておりました。各蔵元様の日本酒紹介もございますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それではどうぞ。今回は宮城県の国際センター駅の2階青葉の風テラスで先着100名の事前チケット購入制のイベントでございました。会場内はとてもにぎわっており、蔵元様同士の仲の良さも伺いました。それでは早速蔵元様に日本酒の紹介をしていただきましょう。お願いいたします。はい、それでは川金商店様でございます。本日の日本酒についてご説明をしていただいてよろしいでしょうか。はい、本日2種類お持ちしておりまして、1種類目がもう弊社の私が蔵に入った時にリリースした一目惚れを使ったもまさに一目惚れというお酒になっております。原料が宮城のお米の一目惚れで、本当にラベルの通りこうキュートな味わいとなっております。本日もすでにご好評をいただいております。もう一つがちょっと限定醸造の試験醸造のお酒で、ここだけに持ってきたものになります。宮城県産のお米35% まで使った純米大豆なので、結構シャープな感じに仕上げられますので、割とお食事に今日は油系のオイリーなものがあるんですが、それとも相性が美味しいと思っていただけると思います。こちらですね、ディスターサマーサイズで夏限定のお酒になります。名前の入りなんですけど、なんかオフィシャルっぽいがつけたから不良品ですよ。不良品を教えて純米大豆が純米純米でお酒になります。こちらの全国の協会の出版社を出した丸々の作品です。ありがとうございます。はい、本日の日本酒についてご説明していただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。純米吟醸酒プリンセスミチコです。これはあの名前から想像いただける通りなんですけど、このオレンジ色のバラが英国から、ミチコ上皇后陛下に皇太子妃時代に贈られたバラが、このプリンセスミチコというオレンジ色のバラなんです。このバラから抽出した酵母でお酒を作った純米吟醸、これがプリンセスミチコ。今回ワイングラスで美味しい日本酒アワーで最高品種をいただいたでしょ。はい、スズネからです。スズネには5種類ありますけれども、これは甘さを控えた、ドライタイプ純米酒タイプのスズネ、スパークリングのお酒です。これも、今回ワイングラスで美味しい日本酒アワーで最高金賞いただいたんですけれども、スズネといえば花めくスズネですよね。はい、昨日行われた G7、首脳会議ワーキングランチで来ていただきました。外務省の皆様ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。大島様でございます。本日は日本酒にかっこよく今1週目が純米吟醸の締め込み夏の酒っていう夏の節の酒でございます。こちらですね、もともとは爽やかな香味のお酒なんですけれども、夏場だとやっぱり緊張気がして当然なってる方が多いと思うので、冷たいとどうしてもやっぱり味は感じづらくなって、これほんのちょっとこうちょっとお湯を入れて濁らせることでもう少しこう旨味みたいなところを出すことで、冷やしても味を入れて濁らせるという商品になります。2種類目がですね、純米大吟醸夏
鷹取っていう商品で、私は本当にあの酒米の王様であるあの山田錦というものを使った純米大吟醸、その中でもこう絞りの、ちょうど中間あたりの一番こう味が落ち着いて、いい部分だけを取った中取りという商品になって、本当にこう雑味とかが少なく、繊細なお酒になっております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こっちもらったんですけど、石巻から参りました北上と申します。はい、で今日は、山田錦のお母さんとお父さんの純米酒を飲み比べていただくようにしようと思います。でお母さんの方は3月高くて経のある味で、こと渡り上お父さんの方は膨らみのある味だったんです。でどうも作るにこちらのは硬いお米なんですけど、どうもこちら硬いんだけどいいお米にでちょっと硬さがなくて育てにくいんですね。これにおそらくこの柔らかくて竹の短いお米をかけまして山田錦になったんじゃないかと思いますね。飲んでみてください。すいません、いいです。小山、私もお待ちでございます。はい、よろしくお願いします。本日の日本酒について、はい、本日ご用意したのは、夏酒と、あとは銀のイルハを使った一本になります。酒の方は、辛いんです。辛くてなんですけど後味が爽やかなので、本日のおつまみで味の濃いものなんだりとか、重たい料理ですかね、そういったものをスッと切ると後味を強くしてくれる一本じゃないかなと思います。色の方はですね、苦味があるんですけど、この苦味がですね、お食事の質で、あとは引き締めてくださるんですね。はい、食が進む一本になっております。どうぞ、まあ両方ともお楽しみいただければと思うんですけど、一本ずつでも構いませんのでください。はい、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、今日弊社で純米大吟醸です。こちらあの2021年に瓶が取得しました。あの完全採石主義者の方でも美味しく飲んでいただけるということで、あの認定を受けております。で今年あのワイングラスで美味しい日本酒アワードで金賞をいただきました。宮城県産山田錦を 100% 使っております。こちらなんですけども、こちらオンザロックといいまして、あの、まあ、弊社の夏酒になります。はい、氷を食べてオンザロックでも美味しいですし、あと1対1で乾燥してとかで割っていただいても美味しいです。夏の暑い時期にこのグビグビと飲んでいただきたいということで作りました。以上になります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。はい、ありがとうございます。
には大岩倉神道様でございます。こちらまず1つ目なんですけれども、こちらは夏用のお酒で、特別純米生焼酎夏だけどイルカの爽やかに食べるのが特徴のお酒です。味わいはすごい爽やかで、すっきりとアルコールと一緒に飲むというようなということで、夏に飲みやすいお酒です。こちらは宮城県の酒造法的米蔵の花を使いました純米吟醸で、純米吟醸はレギュラー品でもあるんですけれども、そちらのイベント用で、室岡の源泉ということで、これのちょっと薄濁りで、アスカも残りの一回というのがイベント用の限定酒となっております。すごいフルーティーで飲みやすいお酒です。ありがとうございます。健康一大島志郎様でございます。本日の日本酒についてご説明していただいてもよろしいでしょうか。あ、その種類を挙げてはしていますね。まずこちら健康一純米ヤン吟醸ですね。そしてこちらが純米純米酒の種類をお持ちしております。こちらは以前あの天皇様の方のビジネスクラスの方にあの採用されたお酒になりまして、結構その口も綺麗だし楽しみになっています。次が新というこの明治時代に誕生した希少な酒米を契約栽培しております。そこから入手しますけど作っております。こちらも結構おすすめのお酒になります。ありがとうございます。銘柄を作っている酒蔵です。今日のお酒なんですけれども、こちら地元で作った一目惚れというの販売のお米を使ってですね、特別純米酒を作りました。実はこちらなんですけど、来週から発売予定で、本日のイベントに合わせてちょっと発売前なんですけど先取りということで持ってきました。ぜひ楽しんでみていただければ。こちらのお酒なんですけれども、有機栽培をしていただいた山田錦っていうお米を使っておりまして、その米で作った純米大吟醸になってます。まあ、味としてはこちらは結構あのもうね、梅雨のジメッとした感じを吹き飛ばすような爽快な、辛口の感じで、こちらはもうあの有機栽培前の旨味がどっしりと乗った、素敵な大吟醸になっております。ありがとうございます。ありがとうございます。日本酒だけではなく、宮城県の酒造古的米の蔵の花、銀のいろはについてもお話を伺ってきました。蔵の花と銀のいろはの特徴のある宮城米の宮城の酒米ですので、こちらの方を見ていただけると、あと実際お米あのお酒作るために統制するぐらいの統制割合とかのサンプルも来てます。なかなかいつも液体の日本酒は見てるでしょうけども、原料となるお酒米っていうのはなかなか見たことがないので、それで今回ちょっと皆様にご案内させていただきます。これは実物でございます。そうですね、はい、こちらの銀の色花の玄米になります。これを磨いて磨いてこういう形にしていってお酒にしていくと思います。令和元年ですね。そうですね、生まれたばっかしの金魚派ですので、まあ、これからもともと PR していきたい。あとそれ以外には今回はあのお米の方、主食米のお米の方を持ってきて、日本酒に合わせてはいかがでしょうかということで、宮城米食べ比べセットということで、一目惚れ笹錦伊達政宗の小麦牛乳。ありがとうございます。食感に違いがありました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。蔵元様による日本酒紹介はいかがでしたか？宮城県産米や宮城県の酒造公的米、蔵の花、銀の色を使ったお酒、コンテストで受賞されたお酒、これからの季節に向けて夏酒など様々な日本酒がご用意されておりました。このようなイベントは蔵元様とお客様が
互いに生の声を聞くことのできる貴重な機会であるということを感じました。年に数回イベントがあるそうですので、ぜひ皆様宮城県酒造組合様のホームページをチェックしてみてください。本日撮影にご協力をいただいた皆様、誠にありがとうございました。本日紹介していただいた日本酒は備考欄にて銘柄と確認していただくことができます。ぜひご覧ください。次回はいよいよ蔵見学編をお届けする予定です。ぜひお楽しみに。私たちの活動を応援してくださる方は、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。